日程第3、議案第5号、平成30年度伊豆市公共用地取得事業特別会計予算から、日程第18、議案第20号、平成30年度伊豆市矢熊財産区特別会計予算までの16議案を一括して議題といたします。法案につきましても、各常任会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について各委員長の報告を求めます。最初に議案第5号および議案第9号から議案第20号までの13議案について第一委員会委員長青木靖議員、はい、ただいま議長から報告を求められました議案第5号および議案第9号から20号までの13議案について審査の経過と結果をご報告申し上げます。はじめに議案第5号平成30年度伊豆市公共用地取得事業特別会計予算については補足説明はなく質疑として財産貸付収入の普通財産貸付料は御幸橋駐車場分だが工事で閉鎖となった後観光バス等の駐車場はどうなるのかとの質疑に対し、御幸橋駐車場は伊豆市観光協会に貸し付けていますが、平成30年度は2ヶ月で契約を解除し、その後、御幸橋掛け替え工事の工事ヤードとして使います。代替えの駐車場については、現在、観光商工課、観光協会、温泉幕長と協議中です。との答弁がありました。討議討論ともになく採決の結果、議案第5号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第9号平成30年度伊豆市簡易水道事業特別会計予算について補足説明はなく主な質疑として公営企業会計移行支援業務についてシステム構築による移行業務なのかまた移行によるメリットについてとの質疑に対し平成29-30の2年間で事業を実施し30年度は固定資産調査の会計システム開発となります。簡易水道事業についても公営企業会計に移行することは総務省の要請であり今後減価償却費等の算出により利用料金の算定や水道施設の更新費用などの財務計画が明確になりますとの答弁がありました。また簡易水道事業の漏水調査委託料の減額計上と簡易水道漏水管理事務手数料との関係があるのかとの質疑に対し道路上に漏水している場合はその箇所が分かるので漏水相談センターで対応しますが地下に染み込むような漏水の場合排水池の水位が低下することなどで漏水していること自体は分かりますがその漏水箇所の特定については専門業者に調査させないと分かりませんのでそのための委託料です。また減額計上は本年度の実績から計上したものですとの答弁がありました。質疑の後、討論が1件あり、採決の結果、議案第9号は賛成多数で原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第10号、平成30年度伊豆市下水道事業特別会計予算について、質疑答弁での訂正事項があり、その後、主な質疑として、流域下水道建設負担金について、厚生市町での負担率は伊豆市が 22.6% となっているが、その根拠についてとの質疑に対し、流域下水道は函南町、伊豆の国市、伊豆市で構成し、当初の下水道全体計画の面積から各市町の下水道計画面積の割合による排水量により定められていますとの答弁がありました。
下水道料金の値上げにかかる市民への周知方法は、都の質疑に対し、市のホームページ掲載、FM イズ3月末までスポット放送、広報誌は3月号に掲載し、下水道使用者に対しては直接チラシを配布しています、との答弁がありました。質疑の後、討議討論はなく、採決の結果、議案第10号は全会一致で議案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第11号、平成30年度伊豆市農業集落排水事業特別会計予算について補足説明はなく、主な質疑として、農業集落排水施設は更新が難しいようだが、将来的な方向性があるのか、との質疑に対し、地区の将来人口予測と排水量から継続化、統合化、流域下水道への接続化の選択となります。門野と佐野雲金の施設は流域下水道に接続、比叡川の施設は現状維持、門野原の施設は湯ヶ島クリーンセンターへの統合、吉名の施設は現状維持かまたは合併浄化層、といった方向性を現在検討しているところです。まだ結論は出ていません。との答弁がありました。質疑の後、討議はなく、賛成討論が1件あり、採決の結果、議案第11号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第12号、平成30年度伊豆市水道事業会計予算について、補足説明はなく、主な質疑として、委託料の伊豆市水道事業経営戦略策定業務委託について詳しく説明を求めたのに対し、平成29-30年度の2か年で水道事業の経営戦略を立てます。下水道で進めているリスクマネジメント計画と同様、古くなった水道管などの資産を洗い出して管理するということにプラスして、財政的な管理、執行全体の管理を含めた計画を立てることで、人口減少により収入の減少が見込まれる中で、効率的な経営を目指すものです。具体的には、施設管理、施設の増設、地震対策などを定めるとともに、施設管理を今後どうしていくのか、使用料や減価償却費、記載などについて総合的、中長期的な見通しを立てた上で、組織体制、維持管理の広域化、民間委託の活用など、トータルに考えて計画策定をする業務です。との答弁がありました。また、28年度決算の優秀率 64.2% だったが、平成30年度の優秀率の見込みはいかがかとの質疑に対し、管路更新の延長が全体に対して大きくないため、優秀率がすぐ改善することはありません。水道の経営に直接関わってくるのは人口減少です。平成28年度の1人1日あたりの使用量は、大口を含めてですが、450リットル。1年間では約165立方メートルです。平成30年度では400人の人口減少を見込んで収入を計上しました。との答弁がありました。質疑の後、討議はなく、賛成討論が1件あり、採決の結果、議案第12号は全会一致で議案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第13号、平成30年度伊豆市温泉事業特別会計予算について補足説明はなく、質疑が1件あり、討議はなく、賛成討論1件の後、採決の結果、議案第13号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第14号、平成30年度伊豆市持ち越し財産区特別会計予算について補足説明はなく、質疑として、前年度までと変わった予算内容があるかとの質疑に対し、借地料収入の対象となる鎌倉女学院の周辺の森林整備を行うための山林等管理業務委託料を計上しています。との答弁がありました。質疑の後、
討議はなく、賛成討論1件の後、採決の結果、議案第14号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決定しました。議案第15号、平成30年度伊豆市一山財産区特別会計予算から第17号、30年度伊豆市吉名財産区特別会計予算までの3議案については補足説明、質疑、討議、討論なく、採決の結果、3議案とも全会一致で原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第18号、平成30年度伊豆市月ヶ瀬財産区特別会計予算については、主な質疑として、一般管理業事業の消耗品で管理作業用ヘルメットがあるが、財産区管理会からの要求なのかとの質疑に対し、月ヶ瀬財産区管理会からの要望によるものです。他の財産区からヘルメットの要望はありません。との答弁がありました。質疑の後、討議討論はなく、採決の結果、議案第18号は全会一致で議案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第19号、平成30年度伊豆市田沢財産区特別会計予算及び議案第20号、平成30年度伊豆市八隈財産区特別会計予算の2議案については、補足説明、質疑、討議討論ともになく、採決の結果、2議案とも全会一致で議案の通り可決すべきものと決定しました。以上で議案第5号及び議案第9号から第20号までの13議案について委員長報告を終わります。次に議案第6号から議案第8号までの3議案について第2委員会委員長木村健一議員。ただいま議長から報告を求められました議案第6号から議案第8号までの3議案について審査の経過と結果をご報告申し上げます。はじめに議案第6号平成30年度伊豆市国民健康保険特別会計予算については補足説明はなく質疑を行いました。主な質疑は平成30年度から財政運営主体が変わるが財政運営は健全に保てるのか、国民健康保険税の収納率の見込みについての質疑に対し、県から示された医療費に対する納付金は、国保税からの収入で賄えると見込んでいますが、国保税は被保険者数と所得の減少により減少傾向にあります。ただし、保険給付の大部分を占める医療給付分が全額公金として県から交付されますので、市としての財政は安定していきます。国保税の収納率については 91.59% と見込みましたとの答弁がありました。以上、審査した結果、討議、討論はともになく、採決の結果、付託された議案第6号については、全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。次に議案第7号平成30年度伊豆市後期高齢者医療特別会計予算については補足説明はなく、人間ドック助成金の成果についての質疑に対し、対象者を100人と想定しましたが、利用者は半数以下です。市ではこの制度を今年度から始めましたが、静岡県後期高齢者広域連合から助成される特別対策補助金が今後3年間かけて段階的に減額され、平成33年には、度にはこの制度を廃止するという急な方針転換をしました。市としてはここで廃止することは考えていませんが、広域連合からの助成金が入ってきますとの答弁がありました。以上、審査した結果、討議討論はともになく、採決の結果、付託された議案第7号については、全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。続いて、議案第8号、平成30年度伊豆市介護保険特別会計予算については、補足説明なく、質疑を行いました。
主な質疑として在宅介護を進める中、その受け皿はどうするのか、それが予算に反映しているかとの質疑に対し、訪問診療、訪問看護を進めるシステム作りを伊豆赤十字病院に委託するなど、在宅医療の充実を図ることを盛り込んだ予算となっていますとの答弁がありました。また、認知症初期集中支援チームの業務委託の内容について質疑に対し、この事業は包括支援センターにいる地域支援推進員と一緒に初期の認知症を対象として訪問し、専門家で構成するチームで6ヶ月間集中的に支援していくものです。市では初期の段階の人を早めに見つけ支援していくことに力を入れていますとの答弁がありました。以上、審査した結果、討議討論もなく、採決の結果、付託された議案第8号については、全会一致で議案の通り、可決すべきものと決しました。以上をもちまして、議案第6号から第8号までの3議案について、委員長報告を終わります。以上で各委員長の報告は終わりました。質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。これより議案第5号から議案第20号までの16議案について、それぞれ討論・採決を行います。はじめに議案第5号について討論を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第5号、平成30年度伊豆市公共用地取得事業特別会計予算について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。各委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員、よって議案第5号は議案のとおり可決されました。次に議案第6号について討論を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第6号、平成30年度伊豆市国民健康保険特別会計予算について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者多数、よって議案第6号は議案のとおり可決されました。次に議案第7号について討論を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第7号、平成30年度伊豆市後期高齢者医療特別会計予算について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者多数、よって議案第7号は議案のとおり可決されました。次に議案第8号について討論を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第8号、平成30年度、伊豆市介護保険特別会計予算について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者多数。よって議案第8号は議案のとおり可決されました。次に議案第9号について討論を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第9号、平成30年度伊豆市簡易水道事業特別会計予算について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者多数、よって議案第9号は議案のとおり可決されました。次に議案第10号について討論を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第10号、平成30年度伊豆市下水道事業特別会計予算について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員、よって
議案第10号は原案の通り可決されました。次に議案第11号について討論を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第11号、平成30年度伊豆市農業集落排水事業特別会計予算について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告の通り決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって第11号は議案の通り可決されました。次に議案第12号について討論を行います。討論の通告がありませんので直ちに採決を行います。これより議案第12号、平成30年度伊豆市水道事業会計予算について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告の通り決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第12号は議案の通り可決されました。次に議案第13号について討論を行います。討論の都合がありますのでこれを許します。賛成討論、15番、森喜夫議員。賛成ですよ。15番、森喜夫です。議案第13号、平成30年度伊豆市温泉事業特別会計予算について賛成討論をさせていただきます。私はこれと財産区について今までは反対してましたけどね、反対のための反対ではないんですよ、私は今まで。ね、特にこの温泉事業、問いの人に言いたいんですけど、なんでこれ自分らでやらないのって。これ絶対儲かるんです。ニュータウンの温泉会計ご覧ください。ねえ、皆豊かに楽しくやってますよ、温泉事業は。というそうなんですよ、これ。おそらく一人か二人の雇用、これ自分らでやれば一人か二人の雇用が生まれるでしょう。ね。そんで黒字経営ができるんですよ。非常に有望な事業なんです。なぜ自分らでやらないのかという疑問をずっと今まで持ってたんですけどね。反対じゃないんです。ね。ぜひ、こういう伊豆市にとってね、こんな有望な事業はないんですから、それに反対する理由はありません。ただ、ね、せっかく有望な事業なんだから、しっかり僕は鳥の方たちは自分らで運営するべきだと思って、エールを送りたいと思います。以上、賛成討論を終わります。以上で討論を終結いたします。これより議案第13号、平成30年度伊豆市温泉事業特別会計予算について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第13号は原案のとおり可決されました。次に議案第14号から議案第20号までの平成30年度伊豆市各財産区特別会計予算7議案について一括して討論を行います。討論の通告がありますのでこれを許します。それでは賛成討論、15番森喜夫議員。15番、森喜夫です。先ほど通りですね、持ち越しから矢熊までの7財産区について、私は今までは反対討論をしておりました。これ、反対のための反対じゃないんですね。ぜひ財産区の皆さん、もっともっとね、事業を運営していただきたいと。こんなね、財産持っててね、事業活動しないなんてのはもったいないと。市長に任せてたらね、財産区の森林は丸裸にされちゃいますよ。ね、市長。あなた、話聞いてると、海抜でしょ。海抜ってのは、まったいらにしちゃうってことですからね。だけど、やっぱり、
賢明なるね、この財産区の皆さんは、やっぱり海抜は良くないというようなご意見の方が多いようです。ぜひね、そういうために財産区の皆さんにエールを送りたいと思います。それと、できればね、この奈良事業ですからね、決算予算、まあ、1財産区で5ページ紙消費したとしてもね、予算書決算書では、何十ページかの紙を消費するわけです、ね、いやできうれば何らかの、ね、統合なりね、自分らで独立した運営ができるような組織にするのが僕は本当の姿だと思いますので、一応これもエールを送って賛成討論とさせていただきます。以上で討論を終結いたします。これより議案第14号平成30年度伊豆市、持越財産区特別会計予算から議案第20号平成30年度伊豆市矢熊財産区特別会計予算までの7議案について一括採決といたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告の通り決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員よって議案第14号から議案第20号までの7議案は議案の通り可決されました。